最近あった話たくさんあってさ、実はこの間ね、ツイッターでさつぶやいたんですけど、ラミーちゃんとちょっとしたね、まあ、収録がまだ言えないんですけどあって、でラミーちゃんってさ、なんかなんていうのかな、ちょっと友達の友達みたいな距離感だったわけよあのね、もうみんなね、不仲って心配する人もいるかもしれないけど、あのね、あの不仲って ない不仲ってさ、相当あれじゃない、なんか喧嘩したとかだったらさまだ別だけどさ、もうそこまでそもそもね喋ってないわけよ。だからもうほんと友達友達ぐらいの距離感ってあるじゃん。でなんかそんな感じだったわけ。でもね、僕ねラミーちゃんマジ言うように乗りやがってと思ったのが、僕一つその時ね実験したんですよ。どんな実験かというと、ラミーちゃんってね、僕と、実はワクチン2回目打つ時にもラミーちゃんが一緒にいて、その時に僕のいつものお花柄のズボンをね、見られて、で、ラミーちゃんに、カナタ先輩、その服装、みたいな感じで笑われて、は？何？可愛いだろ？お花柄って言ったパジャマですか？って言われたわけよ。で、は？パジャマじゃねえし！パジャマじゃねえよ、これ私服だよって言ったことがあったんですよ。で、パジャマじゃないの？言われたと。正論じゃねえ。それで、僕はもうそこからね、絶対逆襲してやるぞと思い、ね、その次の日、次の日じゃない、次の会った時、収録の時にね、あえて僕は、上はパーカー、アディダスの普通パーカーなんだけど、下、ズボン、あえて、ジェラートピケの黒いやつ、パジャマですよ。あえてパジャマをね、履いていきました。あえてパジャマを履いて、ラミーちゃんに会いました。そしたらなんて言ったと思う？あれ？かなた先輩、今日は結構服装普通じゃないですか。パジャマだよパジャマだよ、はぁ、普通じゃん。前のが普通で今回パジャマ、何言ってんの思ったんですけど、その場ではバラしませんでした。配信で言おうと思って、はい、ラミーちゃん、あの時僕パジャマだったんだけど、あれがパジャマなんで私服じゃねえから、今回普通じゃないですかおバカ、パジャマだわ。ジェラートピケなんだよ、ジェラートピケ。ココでお揃いで買ったね、ジェラートピケをね履いていったのよ。なんか黒いやつ、何が普通の服装だマジで、ありえー。パジャマの方がおしゃれ、おかしいおかしい。ラミーちゃんちゃんと見てない説ある。適当に見て、なんか適当なこと言ってんだよあれは、許されん。だから赤 B チームの時にラミーちゃんとあやい傘できるよってまっつり先輩に言われた時もお断りしといたわこいつ僕のねパジャマもね普通の服装と言って、僕の普通の服装パジャマと言いやがったからなと思って根に持っといたはい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.